や、M はただ単に高橋理恵さんに歌ってほしいだけではありますけど。クラスメイトはだってあの鶴野たけしがカバーしてたから知ってる。そこ割とあって、でもいつだあれって、ちょっと待って、奇跡が2008年ですよ、はい、とりあえず、うん、あの奇跡って今調べるね、あのグリーンボーイズの曲って出てきてハッってなるけども、グリーンが名前変えてるから、グリーン今名前改名しましたから、そうなんだ、なんか2008年ぐらいなんですよ、うんうんうん、これを中学生がカラオケで歌ってるっていうことですから、だからもう その世代ということですよね。今の中学生は奇跡歌わないですから、歌わないですね。カエラ、中学生カエラダメか、カエラだ、カエラいけんじゃないか、カエラのなんだ、カエラの、カエラのバタフライ、いやーいやバタフライはダメだよ、ダメだよ、普通に宇多田ヒカル悪いんじゃない、宇多田ヒカル悪くないだろ、ヒカル中学生だよ、宇多田ヒカルは中学生で、中学生で宇多田ヒカルの魅力に気づけてたらデビューした方がいいですよそれは大きすぎる気がするけど、いやでもリルラリルハじゃない気がすんだよな、生き物係が無難ですよ、生き物係は、生き物係は気まぐれロマンティックやっちゃってるから本人が、いやそう歌ってる歌ってるそうだ、気まぐれロマンティックだ、あれはねめっちゃいいのよ、あの本当ステレオフォニーです、こんなこと言ったらあれだけど気まぐれロマンティックしか良くないのよあれって、高木さんのカバーってすごいこと言う、ヤクルトの応援歌ですからね、あれなんでなんだろう、高木さんカバー、高木さんカバー、え、なんかフレンズ歌ってませんでしたっけ、フレンズ何のレベッカ、レベッカあるかな、フレンズ、いやにでもやっぱり2枚目がやばいから高木さんは2枚目が やばいってないやつ、いやもうみんなわかるのよこの価値観、そのいやそんなこと言いますけどね、あの自動的に震えてしまう曲名の並びなんですこれ、どっちの意味で、オートバイブレーションあって言っちゃうと思います、順番にこの文字列を見て、高木さん2枚目ね、2枚目、あのカラオケのジャケットの方、あのマイクこっちに向けてる、そう2の方ね、2がやばい、高木さんはセカンドアルバムがやばい、セカンドアルバムすげえでしょ、すげえ、すぎる、いや世界の終わりまで行ってるんだ、ジュディマリ大滝一から始まるわけない、ジュディマリ違う、かなで入ってるやつじゃない、何見てる、え違うの、え何見てる、え粉雪とかね、粉雪の方、俺が見てるやつ違うのこれ、えちょっと順番に、あ俺3だった見てたの、あ3あるんだ、マイクこっちに向けてるやつっつったからそれ見たら3でした、あ3あの劇場版で3もあって劇場版大滝栄一歌ってるけど、マジで大滝栄一から始まってフランプールで終わります、高木さんすごっ、大滝栄一始まりでフランプール地名のことあるの、フランプール地名はすげえ、バンプも歌ってますよ、バンプも、ああそう、3枚目ってどれででしょうね、スノーマジックファンタジー歌ってるの、うわスノーマジックファンタジー、うん、スノーマジックファンタジーは、スノーマジックファンタジーはいい、一番新しいんじゃない、こんなからね、いいんじゃないですか、いいね、いいんじゃないですか、いいね、素晴らしい、スノーマジックファンタジーっていつの曲2013じゃない？ジョイフルは分かる。ジョイフルはいいです。じゃあ2013年ぐらい。いや学園天国もいい。うん。まあ学園天国はなんか、じゃあ2008年説が。いやあの2008年に出たアルバムみたいな選曲のやつがあるんです。ああはいはい、見つけました見つけました、はいはい、これね。いや怖い。モンパチのあなたに。モンパチのあなたにだぜ。怖いってこれ。翌日から怖いって。チャラもやってるもんね。チャラやってんだったら、君の知らない物語とか入れといてほしい。ジュディマリ、ユキも別にカバー範囲じゃないの。この高木さんは。あら。一回まとめようぜ。うん。まとめよう。一回まとめよう。高木さんに、はい。何を歌ってほしいのかですよ、結局。そうですね。カラオケで。カラオケで。知らない物語。
そのまず鳥落さんは君の知らない物語、ね、まあまあいいでしょう、いいでしょう。あぎさんでしょ、高橋理恵さんじゃなくて高木さん、高木さんに歌ってほしい。もちろん中学生ですよ、西方です、我々は西方ですよ、西方たちとして、西方たちとして西方くんがガンダムオタクな線は残して、あの頃ね、あの頃2008年版、ね、高木さんのあの頃のクラスの西方の立ち位置だと思って、自分をそれを踏まえてクラスの打ち上げで、クラスの打ち上げでしょうね、これジャケットとか見る。いやちょっと待って、だったらで高木さん決まった、高木さんじゃ あ高木さんなんか入れたの、うんさっき入れたよって、西方たちはやっぱり、あ高木さんも入れたんだ、歌うんだな、順番あと 2,3 人かぐらいのところで過ぎてって曲入りました。次誰、あ高木、あ私だって、高木さんにマイクが渡ったの時に見える曲名として一番怖くないものを、まあ私からはやっぱりカエラでも難しいんだよな、チェリーは1曲目じゃないと、チェリーはね、チェリーでもそっか、誰か入れちゃうか、チェリー1曲目にしないと、だとしたらそうチェリーは他の人が取っちゃうよね。で俺は高木さんにさくらんぼには言ってほしくない、ね、ちょっとさくらんぼは怖いですね、さくらんぼはちょっと違うなと、うん、西方としてもね、ピーチいやピーチでもないよ、ないでしょう高木さんは。個人的には1曲目じゃないかもしれないですけど、うん、高木さんが歌ってても、うん、いいなというので言うと、あの綾香の三日月です、ね、はい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 、わかりますわかります、まあ、もし綾香だね、綾香はいいでしょうね、綾香です。鬼塚は？鬼塚。鬼塚な。鬼塚行くなら宇多田入るよ。鬼塚のどれって言っても多分私終わるとか月光だろう。鬼塚だったらむしろ惚れてしまう気がするんですよ。不思議と。まあ、それはクラスの打ち上げで。うん、1曲目に「はい高木さんマイク、あの何歌うの？」っつってマイク渡されて「優しいことは？」って言われたらもうドン引きだけどね、周りはね、周りドン引きしちゃうから、それも高木さんらしくはないか、うん、まあでもなんかそのどうなんでしょう、誰も歌わなきゃ花水木歌うよな。花水木ね。なるほど。花水木歌うでしょ。あ、そうか。いやだからまあ結局友人によりません。まあね。する。私は治安が悪い川崎で育ってるじゃないですか。だから川崎の中学生は全員カラオケに行くでしょ、でそこでだからラッドウィンプスですよ、当時のね、流行る前のあの絶体絶命以前のラッドウィンプスね、うんうんうん、とかほっと出始めの頃のサカナクションとか、はい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 、あとワンあのバックナンバーワンオクロックですよ、この辺バックナンバー、ワンオクのあの時期の感じとそこから5年経ってからの感じってなんか強烈に覚えてる、完全感覚ドリーマーぐらいだったじゃないかな、確かに、そうね2011年ぐらいね、あれがその後にかさぶたとかが流行って、セカオワもそのあたりじゃん、出てくるのって虹色の戦争があって、そうね、セカオワはでもやっぱそのメインストリーム
には組みしないぞっていう精神があるじゃないですか、中学生を。中学生の人。中学生としては、ね、そういう時期だから。だから、ラッドウィンプスだったのし。でもなんかこの、はい、3枚目のアルバムで高木さんがスノーマジックファンタジーっていうのは、すごいですね。名采配。スノーマジックファンタジー。名采配。まあ、確かにここで、ラッドウィンプスとかを歌うような人だったら好きにならないからね、うん、高木さんのこと。ラッドウィンプスをみんなの前で歌うやつが俺のこと隣からいじってきてんのかよって思いますよね。確かにね、 その観点もあると思う。こいつ俺のこといじってるよ な、 なるほどな。そんなやつが何歌ってるんですか。こなーゆきじゃないのよ。いやまあだから女子だしな。やっぱなんかあれか、あの中学がうまくいってなかったからあれか、人からいじられるということに対するなんかあれがあんのかな。なんか変なバイアスがかかってるんじゃないですか。なんか思っちゃいますね。お前が いじってる、お前がいいと思ってるものはじゃあなんだよっていうね、思います。なるほどね。これが結論でいいですか。明日じゃないんですよ本当に。はい、結論ね。そろそろ結論を。あの年代の曲でファンモンを歌わないことある。うわーこれはそのファンモンを出してしまうと不吉っていうのがあると思いますけどね。とりあえずじゃあ最後にファンモン、高木さんが歌っても大丈夫なファンモンだけ考えて終わる。ないだろう、あと一つじゃないの。いやー、ヒーローではないでしょ。ヒーローじゃないね。あの駐在さんの700日戦争の主題歌。なんだよそれ。何それ。そんなドラマないよ。知らなくて。映画。ないドラマの話。僕と駐在さんの700日戦争映画までやったのに。ドラマ見ないからもういい。ごめん。ごめんなんか。いやでもだから奇跡歌うぐらいだからあと一つだろう。旅立ち。でもこいつ俺のこといじってんすよ。まあ確かにね。いじってるやつって大体エグザイル好きじゃない。湘南の風じゃん。高木さんエグザイル好きだったら大変じゃん。こっからエグザイル好きだったらこっから 1,2 年大変よ。マキューちゃんの今のこの反応が、うん、そのエグザイルとかその湘南の風とかがラインナップされたらあー分かるわってなったんだけど、うん、いやちょっとなんかそのメジャーより違うじゃない、うん、そのこっから先信頼関係を築いていきたいわけですよ高木さんと。まあ、高木さんと、うん、はい、破綻するような選曲にはしていただきたくないと。まあ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 。じゃあサンボマスターだ。サンボは女子が歌わない。むずいぜ。むずいぜ空気が何より。どうしていいんだろうって。あれは本人たちがライブでこう煽ってるからなんとかなるわけであって。おい、ゆいのチェリーにしときましょう。ゆいのチェリーでいいか。ゆいのチェリー一番丸い。ファンキーモンキー無理か。シングルだろ。じゃあ我々のゆいのチェリー、我々が監修してその改めてからかい上手の高木さんカバーソングコレクションアルバムを作るんであれば、ゆいのチェリー一曲だけを入れてリリースしますと。ゆいのチェリー曲シングルで出す。カバーソングコレクションでシングル、全然ローリングスターも入ってきておかしくない。ユイのアルバムをそのまま歌ってもらう。一番いい、一番いい。アゲイン。ユイのカバー。アゲイン。アゲイン。ローリングスター。スキャンダル。チェンジ。スキャンダルもちょっと私はいいと思う。スキャンダルも。スキャンダルは。スキャンダルはちょっと毛色変わりますよ。少女 S とか結構ソリッドなこと言ってるから、ね、そうだね。ドールとかにしてステレオポニーぐらいにしとくんだって。
あー丸いかも。あーステレオポニー。ステレオポニー。なんかステレオポニー。なんか急にくっきりしたな輪郭が。うん。絶対にリボーン好きじゃんまず。リボーン好き。リボーンの主題歌だったっけ。リボーンもやってるし。ガンダムもやったし。ガンダムは関係ない。ダークアンスター。ダークアザンブラックもやった。あれ月明かりの道しるべだっけ。あ、そうです。月明かりの。俺それしか知らんかも。両方カタカナのやつ。ステレオポニー。ステレオポニーか。なんか一生懸命考えたのにステレオポニーかーって思っちゃったな今。いいよせよ。そんなこと逆に歌ってほしくないはあります。さっきのエグザイルとか。あー、アクアタイムス。アクアタイムス。いや、アクアタイムスは別にいいだろう。アクアタイムスとあと何ですか、ね、何が、あの、え、1個あります。1個、1個あります。ミヒマル GT。 1個しかないだろ。ほぼ1個しかないだろ。だってこれ、高木さんの Hey DJ。 これだってさ、ラップパート西方お願いね、西方歌えずわははーってなったら破綻するぜ何もかも。だからそういうことですよ。怖いですね。怖いですよ。でこれ、こういう時って西方が完璧に歌ってもしけるんだよな。逃げ場ないんですよ。でも私はドーズの方が歌ってほしくない。ドーズ歌わ、急に出てくる。ドーズ歌わないでしょ。なんでドーズが急に出てくる。ドーズの曲も銀魂の主題歌しか知らないよ大抵の人は。ヒーって言うわけないだろ。ヒーフーミーイエーイエーって言うわけないだろ。言わないか。ドンテンとかバクチダンサーがギリ伝わるけど、それ以外の曲知らないでしょ全員。画面に出た時ユリイカとかジャックナイフとか知ってる。めっちゃ面白いだろうな。高木さん何歌うんだろう。シュラ。シュラ、まあ、シュラもおもろいよ。高木さん、あの一番嫌なのはそのマジでマイナーで知らない曲歌われるっていう、まあ、結局一番盛り下がるのも怖いよ。だからどう、銀河ムの街とか知らないだろう。いい曲、あのモダンエイジっていうアルバム、いいアルバムがあるんですよ。シャカラビッツを歌い始めて、いやー盛り上がんねえな。アイさんに立ち上がりを歌ってほしい。それはもう全然関係ない話はさ、高木さんに歌ってほしい曲でいつまで喋れる。今何分撮ってんだよこれ。これ40分ぐらい喋ってる。これ40分ぐらい、40分ぐらい喋ってます。やばすぎるって。やめよ。俺どこで着地するのっていう話。2人で20分なら4人いたら40分。こんな大長編あげたくねえ。ほぼ魔球じゃねえ。しかもほぼ魔球じゃねえ。ちなみになんですけど。